私どもの住んでいる社会というのはどうしても効率を重視して画一的な価値観に基づいて行動しがちです。しかしながら私たち人間は一人一人違うわけで、そういった社会の中でどこかで個性を発揮する、それが肯定される、そういった場面というものが絶対に人間には必要なんではないかと思います。で、そのような機会は答えがない、またありとあらゆる感じ方というものが許される芸術アートの世界でのみ可能なのではないかと。アーツアライブとは芸術の力を通して社会のあらゆる人々に創造する喜びを提供していく、それによって個々の人々そして社会全体の人々を生き生きとさせていく、アライブさせていく、そういったことをミッションとしている非営利の団体です。私どもの活動は大きく3つの柱に分かれております。まず第一に、それぞれが個々に自分の創作を追求している、そういった自分の世界を持っているアーティストの方にワークショップを企画していただきまして、高齢者から子どもまでありとあらゆる年齢層の方に生身の体験をしていただくということを一つやっております。第二に ACPアートコミュニケーションプログラムという認知症の方のための対話型鑑賞プログラムです。名画を見て、その名画の持つ様々な思想、哲学、表現の豊かさ、歴史的背景、それぞれの人の意見といったものが全て肯定されていくと、認知症の方に残された能力を最大限に引き出すという特徴があります。第3に、これは私どものプログラムというのは非常に様々なバックグラウンドを持った方が対等な立場で何の気兼ねもなくコミュニケーションすることができる、またそこで人間関係を築くことができる、また芸術を創造する、あるいは芸術を鑑賞するということを通して日常では考えもつかないような思想というものに導かれていく、このようなことを企業の活性化、または崩壊しつつある世代間コミュニティの再構築、そういったことに貢献していけたらと思っております。アーツアライブではアートの持つ創造性、許容性、そういった特別の力を通して全ての人が対等に、それでいて個々の個性を発揮し、お互いを認め合う生き生きとした社会、そういった新しい社会の形を作っていきたいと思っています。